いやーよかったねこれ。よかったですね。村が救われてよかった。負けたら大変なことなったよ本当に。来たー。捧げます。ふっ。はい。いいんですか、何も喋らなくて。また詰めなくていいんですか、はい、ないです。何かあったんですか、はい、ガミさんが怪しかったです。今回はないです。さて、OK、早くない？下気持ちは、気持ちはめちゃくちゃわかるよ。わかるよ。今の気持ちはわかる。これマジでやばいよ、桃地さん。スケジュール的にはしっかり。マジで高川さん終わったっしょ。終わらんかって。そう。これ絶対スキップ入れてるでしょ。スキップ入れてます。スキップ入れてます。東海スキップ入れてます。スキップ入れてます。そうです。何してんの？何してんの？応用してます。応用しました。そうです。誰か。なんだそれ。いいよ、クソボだよこれもう。いやいやいや、もう甘じて受け入れるしかないですよ。クソボをした罪として仕方ない。もうあれは起きちゃったことなんだから、まあ、ここから詰めらんないですよ。誰も反省してないの、もしかして。いや反省はしてるけど、もう詰めらんないじゃんこんなん。もう開き直ってる。いやでもジンガー入れてると思いますよ僕。あ、私ちなみに入れました。先に言ってきます。俺も入れてます。ちなみに入れました。多分最初にパラララって入ったのは絶対入れてると思ったから、これまずいよ。マムさんスキップしっかり入れときなって言ったじゃないですか。もういや、そう、あれはよかったね、ベアさん。あれはあれもうね、詰めらんないよ、こっから。だからもう、いや、まあそうね。まあ、でも僕1年半いて初めて見たんで、1年半に1回ぐらいはいいんじゃないですか。いやいや、無駄にしたくない、僕はおまうさんの死を。まあ、ちなみに1、2ヶ月ぐらい前にも同じようなことあったけど。あったね。あったね。ちなみに俺は入れてます。僕もあれやられた経験があるんですけどね。自分の死をね、その死でもいいから、どうか参考にしてほしいと願ったんですよ、その時は。だから僕はその意思を継ぎたい。というわけでスキップ5票してください。はい、そう、スキップ5票聞きた俺も。ハイブリップだし。ハイブリップだし、おまおじ。ご自身かな。あと1票。ハイブリップでハシおまおじ。あと1じゃん。いや、5、6だったね。あと1票。ハイブリップだし、イズおまおじ。あと1票。ゲン。俺はそっち側にジンが絶対いると思ってる。こっちに。いや、あれ、これで、これマジ関係ないと思ってるよ、俺、本当に。これで詰めらんないよ、もう。前回の時に、おまおじの村が透けてる状態で、俺は絶対に投票しないから、今の悪ノリ状態で。100%いるな、俺は。俺の心理はね。思った人間は、村だったら入れちゃうから。いや、だから、スキップ投票の方がめちゃくちゃ人類だと思う。いや、マジで、どっちもあるのよ、マジで。だからね、せいさん、せいさん、せんとこ、これ。よし、住人村としてやっていきましょう。え、どうなん？いや、わかりますよ。高橋さんのこと分かりますよ。だって、人外のとこ俺100%入れないよ、俺。おまおじさんが絶対入れるから。いや、おまおじさんが人外だったら全然この話は変わってくるんだけど。あ、それだったら勝ちだからいいと思うのよ。一歩さえ連れてて10人だから。なんであの状態で、だって6票入ってるとは3人クルーも入れてるわけじゃないですか。クルー心理としてタスクを邪魔されたから投票してるって人間が多いってわけだから、そこに投票した人間が人外とはならないんですよ、この議論は。マジで。もう精査いいや、やめとこう、これ。だからもう精査をする必要はないから、この件に関してボタンを押す必要はないです、マジで。
すいませんでした。じゃあ私がおしゃれもらったです。でもどっちにしろいいボタンじゃないの。まあいや、いいボタンだったね。30秒直前だったと思うけど、今の。うん、あ、このボタンはね、そう、まあまあまあ、今のはいいボタンで。実質10人分だから、マジきちい、ね。これはね、きついっすよ、マジで。おまんさん来るだったら。いいからね、怒っていいからね。ごめんね、おまんさん。ごめんなさい。反省はしてます。ひどすぎる。はい、はい、はい。コミサボ後8秒前には死んでました。うん、プテはバイタルにいるの？バイタルを見てから今エレキの8番にいます。高橋さんどう思います？どういうルートどういうルートだ、ルート言ってみて。貨物診察、バイタルを見てエレキです。まあまあすれ違う、僕らの後ろにいるっていうあれはあるかもしれないけど、あるかもしれない。632478みたいな感じで言ってますよ。63、ああそうね、うん、まあまあ一旦いいですよ。ガミさんエレキにエレキにいいですか、今メイヤさんと高田さんは。いや、メインに上がって少し進んだところ、暗室の前ぐらいまで行ったところだから。そう、ちなみに俺が貨物側から、多分メイヤが逆ルートから入って、いや、まあまあ、俺も貨物側からっすよ。あ、そうか、あれそうだよ、多分、うん、多分しかそう、あれそう、うん、そうそうそう、貨物側から左にはあんまりいなさそうな感じがします。まあ高明は無理ですね。うん、高明無理なんだ。うん、僕でも私コミサボ直してます。私も浮いてて、最後アーカイブとラウンジの間で浮いてます。タイブリーミーティングです。アルマ君上からボタン押してる。ああ、合ってます。どうセキュリティキッチンから、いや、メインエレキセキュです。エレキは勝ちぐらいですかね、確かやったの。ん？テープ今終わりかけです。まあでも多分高さ、ああ、まあテープ終わりかけぐらいか。先に入ってるだったら、ったらそうですね、時間はある。あれ、結局なんか2人組のところで白取れないですか、高めとか、あとは、あ、アルブリか。いや、アルブリも取れないと思うけど、あの、俺から視点は、あの、奥までミーティング見れてないので、なんか左にはいないみたいなこと言ってる人いたけど、はい、まあ、うん、少なくともあと右下、つまりそのアーカイブラウンジとかって分かんないけど、貨物バイタルエレキは僕が見てます。高橋さんってアーカイブ脇とかですよね、きっと。アーカイブ脇めっちゃいましたよ。アルブリーアット2かな。で、アーカイブ車はメインエンジン、あ、多分そうね、タスク証拠機密、ね。俺ね、金庫タスク終わった後に診察入るときに高橋さんと合流してるから、自分自身。タスクの感じ的に俺アーカイブ脇だと思うわ。うん、赤いバキ。で、プテは、ね、下に行ったのがアルブリで、右に多分2人くらい行ってるんで、左だと思う、赤いバキの人が。左だと思うね、俺も。うん、私も右の方がいなそうな。一応、右の、じゃ左の扉情報、僕、コミサボの前でコミサボ行ったんで、上と下しか開けてないです。左右閉まってるはず。最序盤ですが、コックピット、コミュ前、武器庫、キッチンまで移動して、お肉は見てないです。あれ、いや、そう、お、貨物脇です。メイヤさんはね、シャワーかメインぐらいだと思います。シャワーかメインぐらい、で直したの誰？私ともう一人、誰かが一緒に直してくれた2箇所。はい、俺です。あ、高田さんか。真ん中。はい、どこで直します？展望。私が貨物。あ、展望なんだ。じゃあ高田さん確実に無理です。私の視点
さっき、左だと思うって話が出てたと思うんで、左で考えたいですけど。うんうん、その場合多分私とゲンさんが容疑者じゃないですかね。おじさんがコミサボ直してて、私がキッチンなんで。うん、で、俺が左の導入してそうっていうのは、サントスさん目線から拾ってもらえそうで、メインのど真ん中で多分あのターンすれ違ってるんですよね、サントスさんと。覚えてます？はい、すごい初め、すごい初め。はい、うん、そこから左に流れて、コックピットまで行こうとしたら、コミサボが入ったって流れで、コミサボ直してます。ゲン・イズとかはどこ脇だったの、一旦前は。いや、メインとかやと思います。僕、メインの除染とかゴミ箱助けやってから向かってるんで、そっちの方が。で、ゲンさんは、ゲンさん。私は宿舎脇だと思います。宿舎からエンジン、コミ前、コックピット。駆動は行った方が。僕、メイン脇ですよ。その、さっきのガミさん切るときは。あ、じゃあ、ガミはメインで湧いてないのね。あ、脇が潰されてるとしか思えないから。ああ。キッチンとか宿舎のキッチン。いや、絶対脇が潰されてるから。うんうん、キッチンか宿舎だと。アーカイブ脇だけは100%ない。アーカイブクソほど行って、そうそう、俺とメイヤが、アーカイブランジ貨物バイタルエレキメインだから、うん、てかね、メインもないと思いますよ。メインもないアーカイブからメインまでアルブリーが行ってるんで、あ、ほぼ左じゃない、うん、まあ初手キルはそうかもしれないですけど、2キル目はメイヤさん絶対右ですよ。タワーかメインだと思います。このキル、ね、あ、そうかそうか、マジさん的に。でもこのキルって弾けるの高田さんとプテくらいじゃ、他弾ける人います？歩くのも多分無理。ハイブリーがミーティングでプテくんの横に今います。結局容疑者変わんないじゃない、あんま変わんない、まあ、あ、イズゲイズになっちゃう。あ、僕はエルキにいるんで全然浮いてます。ゲンさんとこからになるのか。コミサボ直してるの、まあ、コミサボでもイズさんが直してんでしょ。そう、だからイズさんから言ってほしい。俺から言っと、あ、そうなるんだ。このキルに関してはイズさん浮いてるから、1個目は知らんけど。その場合やったらコミサボそもそも直す必要ないと思ってほしいし、動き的に無駄があると思ってほしい、サントスさんとかには。それなら。どうすんの？まあ、イズゲンローラーで、イズさんから僕は入れたけど。俺か。うん。まあ、ゲンさんには入れてます。めんどくさいのがスイッチとクルーが直したパターンで、うん、あれがそうなんだね。配置してほしい。ゲンさんまで釣ってほしい。ゲンさんの1票って誰なのこれ。2票。あ、俺入れてます。うん。米サバい。いつかこれになっちゃったか。ナイスナイス。ナイス。さっきの2票って誰も出ないのこれ。ってことは。じゃあ私白でよくないですか。ゲイさん自投票。いや、まあ、自投票もあるから。自投票もあるし、うん、宣言してるプテハシが投票してる可能性だってあるし。今ね、こうやって聞いてる人間が別に入れてる可能性だってあるから。確かに。うん、とりあえずどっちにしてもゲンさん、イズさんどっちも候補だから、うん、両方釣り切りでいいと思う。絶対釣り切りでいいと。私から言い残せることとしては、2キル目に関してはイズさんが硬いと思ってます。ただ1キル目では私イズさんできないと思ってるので、うん、1キル目のイズさん以外の容疑者を出して、1キル目のおまおじよね。そうです。いや、おまおじさんは違う。おまおじさんは違う。ごめんごめんごめん。ガミさん、ガミさんの方。あ、ガミさん、ガミさんが2キル目だから、はい。でも結局浮いてんだん。いや、ガミさんはでも脇的に宿舎かキッチン、そう、宿舎かキッチンしかない。マジかない。だからその場合だったらキッチン脇のところで石油にいるのを工藤さんが切ってるか、そうだから伊豆さんと手つながってる方がいる。ミーティング右奥でアルマさんかくらいじゃない。そうだね。いや、宿舎かキッチンしかないと思いますよ、さすがに。いや、もう絶対左だと思うよ。宿舎かキッチンだった場合って結構あなた長かったと思ってて、あ、そんなことないですか。あ、まあ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 長かった。なんか、うん、まだミーティングの奥にいるんだとは思ってほしいですね。で、しかも8秒前に死んでたって誰か言ってましたよね。ああ、プテさんが言ってた、プテさんが言ってた。ガミってもうボタンを押した人間だったっけ、あのターンって。押してなかったかな。そもそもそうだね。ガミが宿舎で湧いてるときにミーティング行ったらもっと早いね、ボタンが入る。ね、もっと言うと、8秒前に死んでたんだったら、僕が、その死体の横にずっといたことになると思ってほしい。ミーティング奥で死んでるのを想像するんだったら。うん、ボタンが入るの確かに遅い感じになっちゃうかな、髪が縮小、うん、あれ8秒前に死んでただっけ。出たです。コミサボ終わって瞬間見て死んでた。それだったらアルマ君が奥でボタン押さないのはちょっと変かもね。うん、ハイブリッドだったらさっさとボタン押したい。俺ですね、はエンジンあたりでコミサボがもう直ってんのよ。
だからミーティングでキルしてたとしてもすぐ押しそうって思ってる。 あとごめんね、ボタンの下りは別にイビルとかだったら見れるから、うん、まあ関係ないんだよ、まあ、遅いけど俺シェリフね。おハイブリさんシェリフ、アルマさんが金庫で切っててハイブリさん見逃してるパターンはある。いやハイブリさんシェリフだったらもう金庫とかはさすがにない金庫。ちょっとごめん、そこまで扉状況とかも今は覚えてないわ。初手切るは絶対伊豆さんじゃないです。お願いします。1キル目はみんなが殺してんのよ。1キル目じゃないのよ、ケンさん。2キル目っていうとこよかったですかね。ケンさん、マットか。サントスさんが連れてかれた。いいんじゃない。ああ、そっか。ウイちゃんが持ってかれなければ。ちょ左いないっていうのを言って、まあ、2キル目ちょっとすみません、ライン切りしました。もう全然。でも最後の一言で、なんか全部僕のキルになりそうで。マジで、もう、人外全然やっぱ入れてねえんだよな。入れてないんだよね。また3本無駄な。スキップでしたっけ。またスキップでした。イズゲンがスキップでアルマさん入れてました。そうなのよ。ノイボー。ん？減ってる。マットだね。誰が減ってる？サントスさんかな。うん。ノーヒントか、これ。あれ、2キルってあったっけ？ないよね。で、伊豆さんって全部できるんだよね。できる。ノーヒントだね。無理すぎ、タスクは絶対終わらないよ。ああ、そうか、1キル目米サボ直してんのか、伊豆。いやー、どっちも伊豆っぽいな、だったら。ノーヒントだね。ノーヒントで。お前、おまおじ精査したい、おまおじ精査。誰だっけ入れてる人。一応聞いて、一応聞かせて。僕はスキップ。おまおじさんに入れてる人？残ってる人だと、アルマさん、タカラさん、クドのはず。うん。あと、伊豆が人外だったら、基本的に人外やっぱりスキップだよ。二人ともね。伊豆も源さんも。伊豆がスキップ入れてんのか。だから、伊豆源両方スキップや。だから、人外だとやっぱね、新章入れづらいんだよな、クルー。でも僕、人外だったら入れちゃうよ。だとしたら、まあ、ゲームが壊れるって考えちゃうからね。いや、そうなんだよな。ゲームが壊れるって考えちゃうんだよな、インポスターが。もうどっちにしてもじゃあ入れる。まあまあ、精査しないと。いやいや、壊したくないから入れないスキップ。俺はしちゃうからどうしても。うん、だ自分の心理ね。俺的には今、キルクルも開けてて、剣士と出会ってるので、剣士はもう絶対に白だと思ってる。どっちにしろ、まあ白いちゃうと思うけど。僕一生懸命やってるから白くないですか？てかあとそんなの分かんない。いやその源さんの投票の下りとかさ、まあ、議論で喋るしかないでしょ。だって分かんないけどね。ノーヒントだけど。一個思うのが、俺ボタンもう押してて、僕も押してます。押してて、で一応サボタージュとかも行ったりして、普通にタスク終わりそうなんだけどっていう感じです。マジで？あ俺も脇下で終わります。絶対無理。俺は結構まだ4だし敗戦もあるわ。マジか。まあ1分半っすよ、でも。1分半だったら僕は100個。普通に終わんないのかって感じだ。なんか上振れればいけます。まあまあ、俺もちょっと下振ったら終わんないかもしれない、もしかしたら。うん、上振ると絶対終わる。普通でも終わる。じゃあ頑張るわ。ボタンでももうないのか、ほぼ。確かに。うん。いつもと違う議論だ。バイタル見んなよ、タスク終わんねえなら。忘れてはならない。今日というこの一日を。なんだ、上振れって。そう。なんやねん、上振れって。一人つっといて。ほんま。いやー、せめて髪切る入った前提でやりましょうかとかやったらあれやけど、10人村でやりましょうかってなんやねん。イビルハッカーなの強いね。これあ、残ってんのイビルなんだ。イビル。3キル。いや、いけんじゃない。あ、でも、プテが死ぬのはでかいんじゃない。タスク終わんねえって言ったから。まあ、でも、高くと一緒に動いてるな。あの、ついてこないでもらっていいですか。タスクは。なんでこの人まだ終わってないんだろうなと思って、タスクが。いや、ちょっと、ヒューマンドラマみたいなものが。クール貯めてますね。高田さんと一緒ですよ、おまおじさん今。いや、もう終わったんで、まあ。いい、ね、ゴーゴー。山さんゴーゴー。3キル目指すかなこれ。いや、右ないね。あ、そう。おいい。で移動して。
おお。で、お、よしよしよしだ。素晴らしい。よしよでもこれ、タフクドが残ってたら、レポート入った瞬間終わりじゃん。あー、マジか。これはまずい。これ僕のレポートじゃないのか。あ、じゃあ、アルマインポスターです。多分、宝さんっす。黒丸さん、今、右降りてきましたよね。工藤から俺に白が出ます。西体が上げられないかな、俺か。まあ、無理なはずですね。宝さん、結構中盤ぐらいまで見てたから。ずっと一緒でした。最後は違いますけど。最後は違うけど、俺が西体上げるタイミングが工藤からがない、絶対。なさそう。今、工藤さん、下降りていったのを僕が見て、ヌーン乗って左行ったら、宝さんとその上、その下に死体。いや、1キロ目。いやいや、そもそも工藤から見て俺が西体上げるタイミングがない。いや、そうなんですよね、そうなんですよね。それわかるんですよ。まあ、アルマさんっぽく見えちゃうけど。1キル目って何だったっけ、うん、ちなみに。あ、1キル目か。この2キルの1キル目って話です、俺が。ああ、まあ、絶対プテプテ。俺カメラ見てるから、ハイブリさんが2キル目なの知ってる。ああ。アーカイブから関原宝さんと一緒で俺切るもんな。なんか多分クロウさんでなんかセキュリやってますタスク。アップロードやってました。だ多分そのアップロードやった間にちょっと切って多分最後キルしてるんですよ。アップロードも一緒です。じゃあなんかアップロード出るのが駆動の方が早かったってぐらいかな。あ、まあまあそうっすね。うん、いやーこれ無理だな、すみません、アルマスさん入れます。残念だったな。どっちだこれ。残念だったら駆動。そういうあれっすよね、これ。そういうあれっすよね。ノリの。あ、間違いない。いやーよかったね、これ。よかったですね。ドラマ壊れてよかった。負けたら大変なことになったよ、本当に。確かに。おまおじ。ほんまに。ちょうど人外半々だったな。二人外は好きです。一人外は入れてましたね、森さんね。もう僕は人外の時はもう釣れそうなやつは絶対釣る。クルーが、クルー5やばいな。クルー5やばい。クルー5人外来たから。神木が入った前提で行きましょうとかにならない。10人目で行きましょうって前提やばい。1キル、1キル目って言った時におまじさんって言われてて面白かった。あれはね、もうね、クルー心理なんだよ、本当に。ミスがスキッペリだって言った時笑いそうになったもんな。お前スキップなんかいって思ってる。そう、おまおじに入れる方がクルっぽく見えるんだよな。いや、そうなんだ。確かに。多分スキップ入れてる人はスキップ入れてる方がクルっぽく見えるから。モンスター上の議論までいってるやん、もう。ね、人外的にはね、別に入れ、釣れると思って入れないから、基本。釣れると思ってないから。ちょっと思ったら、尊重ポジでは多分スキップだろうなと思っていて、せっかく11人集めたのに10人ぐらいに釣れてるのも微妙じゃないですか。ちょっとね、高田さんのことはあれっすよ。高田さんはスキップかなと思いました。切れないなあ。俺はでもおまじり入れてるよ。インポスターの時は入れない絶対に。あれはでもね、しゃあないっすよね。なんかちょっとスクガーってなったら A 勝負しとるの。ほんでって思ったら12人村でも強えんだよ。だから強えよ。勝ったからね。よし、じゃあ降りますかね。はい、はい。いろいろ考えさせられる回だったな、うん、いろんな価値観が垣間見えました。なんか糸みたいだったな最後。